画面収録で。カシスオレンジいきます。カシオレオレンジ。こんにちは。元気ですか？元気なように見えますか？いや、なんかあのパンされたって聞いてから大丈夫かなって思っていや、ほんまもう今日300人集まらんかったらライブできんかったんやけど。あ、でも早いですよね。はい、そう、マジ早い。昨日作ってですよね。そう、昨日パンされたところに作って、うん、はい、で、お前視聴者何人やって？今78ですね。俺101人なんやけど、俺よりフォロワー多いのになぜ負けてるの？いや、本当ですよね。ちょっとどん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 減っちゃって、今はもう78。いや、大丈夫。俺はもう可愛いし、性格もいいし、どんどん上がっていったら、ここから。褒めちゃうぜ。まあ、俺が。褒めちゃうぜ。あ、うるせえ、黙れ。で、対戦したいんかって言ってんの？しましょうよ。しましょう。今日もしたいです。クロソロさんと対戦したいです。今日まで頑張れ、カシオレ。頑張れ、頑張れ、カシオレ。なんで自分の名前読んで頑張れ、頑張れって。頑張れ、頑張れ、クロソロとか言うことがこんなって思わへんのか。また来るね。おバイバイ、ゲジェジェ、ありがとう。投げ傷しちゃえ、わかりました。何でもすぐしてくれるんだよな。まあ、プロソロさん大好き。お前、勘違いさせろな。俺が好きになったらどうすんだよ、お前。ここでは大好きって言って。で、じゃあ、いいか、じゃあほんまにデート行けるんすかってやった時に、あ、無理ですって。分かってんねん、女は大体そういう感じって。リアコで会ってくれんの？はい、リアコで。リアコで会ってくれんの？はい、リアコで。リアルに恋しちゃいます。リアルに恋します。リアルに恋しちゃっていいですか？やばい。俺マジで好きだけどな、年の差がありすぎるから、マジで普通に考えてね。おいくつでしたっけ？俺ね、今年30になるんだよ。今29で、で、カシオレ今20でしょ。21になるのかな、今今年。そうです、そうです、そうです。で、8歳差、あ、9歳差、うん、9歳差宣言。そうですよね。へえ、うん、いや、年ってどうなんだろう、何歳まであれなんですかね。どうなんやろ、でもやっぱ5歳以下がいいんじゃないの。ジェネレーションギャップとか生まれそうやしな。まあ確かに確かに、9歳さ、あんまり確かにどうなのか分かんない、うん、付き合う。しかもなんかただでさえさ、俺なんか美しいというか綺麗な匂いしない感じするやんか。で、9歳さって言ったらなんか臭いみたいになるやんか。その年齢差イコールなんか匂うみたいな、そんな感じで連想しちゃうから。そうそうそう。じゃあやめた方がいいです。やめた方がいいかもしれんけど、恋に年の差なんて関係ないぞっていう意見もあれば、カシオレ彼氏おるからやめときって。お前彼氏おるんや。彼氏ないですよ。彼氏じゃなくてマネージャーです。マネージャーとか言って、マネージャーがなんか触ってなかったか、お前のなんかを。あ、またこれ言うとバーサル。あれなんですよね、昔から、うん、なんていうの、ずっと関係っていうか長くて仲良くて。あ、そうなん。仲良いやつやったら触ってもいいや。いや、距離感がバグってて。バグってる、バグってる。気持ち悪い、気持ち悪いんですけど。マジで気持ち悪いって思ってんの？なんかさすがに、うん、さすがになんか気持ち悪いと。男と女で友達で付き合ってはないんや。じゃあ付き合ってないです、マネージャーとして。へー、踊ってないアニュさん知らない、うん、あ、てか俺のところに宝箱があった。誰がくれたのかな、これ。宝箱くれた人。あ、私のところにも。嘘、優しい。え、もしかして斉藤達也さんという人？あ、今俺もらおうと思ったら宝箱くげたんやけど、最悪。これ配信しとってもさ、俺ら宝箱取れるやんな、普通に。そうですね。宝箱、誰だ？あ、たっちゃんさんか、ありがとう、宝箱。夜中までマネージャーおるわけで。あ、また消えちゃいました、私も。嘘。あ、翔さんがくれました、宝箱、ありがとう。え、これってさ、両方に行けんのかな？違うよね、片方ずつ、ね。いや、多分違うと思います。そっちはそっちで、こっちはこっちだって。なるほどな。ほんで、今日も大学行って、まかない食べてきた。今日は大学なかったです。大学なくて。大学死ぬことないや。俺と配信してるのもない。なんでな、うん、そう。あ、うん、美味しいね。いや、学校はあるんですけど、月と水しか行ってないっていうか、対面がないので、うん、月、水だけ行ってて、あとはなんかオンデマンドとか、非対面なんで。うん、そうですね。それで多分、ないみたいな感じ。超簡単や。え、大学何回、バラアイスクリームは美味しいな、ガビドスケ。何回生？ 3？ え？
大学2年3年生やろ ?3 年生って一番忙しかったけどな、俺、大学生やった時、神戸大学のサッカー生。マジでしんどいから、いつも。うん。もうマジで夕方6時ぐらいまで授業あって、バイト行けなかったからなんですね。え、本当ですか ?6 時、うん、うん。やば。そう、そう、実験とか、ちょっと待って。カシオレが落ち込んでたら助けちゃれ。プロソロカシオレに俺が守ってやるって言わんと。は?落ち込んでないよな、カシオレ。あ、全然私は落ち込んでないですね。うん、むしろ俺と配信できてテンション上がってるだろう。あげえ。ほな、もう中身がないよな。あげえの時。目の奥のな、もうな。もうほんま笑ってないね。もう、な、もう、上っ面のさ、もうなんか上目だけで喋ってる感が伝わってますけど。そんなことないですよ。そんなことない。パパや鈴木、ドキャン、ドキャン、走り出し。ジップロックあと20秒、みんな。あと20秒。おわ、こんな女に負けるわけにいかねえだろ。ま、だ俺今80秒にしかいなくなってる。やってた、みんな何もするな。このままで勝てる。あと10秒、あと10秒、あと10秒。いったいったいった。おっしゃ、お前ロックオンやめろや。勝って、勝ったら押して、勝ったら押して、バラ、まあまあまあ、ありがとう。アナゴバラが、いった。ああ。サブアカに負けてやがるやん、こいつ。もう一回お願いします。もう一回、もう一回。わかんない。まだ一回目なんで。まずお前が感謝するやん、負け犬、カシオレが。おめでとう、ありがとう。え、最初にいいんですか?おう、負け犬から喋れや。MVP1 位、王さんありがとう。2位、たっちゃんさんありがとう。3位、翔さんありがとう。4位、BTS、しかかたんさんありがとう。5位、かずくんありがとう。みんないいねしてくれた方もありがとうね。ありがとうございます。はい、すいません、どうぞ。はい、ありがとうございます。1位、かしおれ、2位、かしおれ、3位、カルーアミルク。あ、違うか、間違えた。しょうもなくてすまんな。翔はアットマークプロソロさん、ありがとう。響いた俺の心に響いた、いつもありがとう。そしてパパや鈴木さん、お、今日も来てくれるのか。今日はバンされないから安心してくれ。今日は変なこと言ってないし警告も出てないから多分大丈夫だ、うん、そしてアナゴも頑張った、うん、タッちゃんもありがとうな、うん、そして N さん、グレミーさん、セツコ、タンドリー、ニコニコマークのやつ、ようこみんなまとめて、うん、はい、じゃあお決まりのプロソロさん付き合ってあげるからもう一回お願いします。せーの、プロソロさん付き合ってあげるので、あの大好きなのでもう一回対戦お願いします。はい、もちろんです。なんでこんな上っ面で喋れるかな。こいつ感情がないんだよな、ほんまに。感情ありますよ、私も感情豊かなんで。感情じゃなくて、あの隣のやつにあの壁叩かれる方が豊かに行われる。あ、バラもないですか。いや、最近ないんで、でも全然最近は。あ、そうそうなん、はい、あ、いいね。え、大丈夫ですか。もう諦められたんじゃん。あ、俺、うん、俺も大丈夫。多分もう諦められとんじゃん。もうな、やっぱりその犬にお前1たす1、そう、1たす1お前分かるって犬に聞いてもさ、ワンワンってずっと1って言うやん。それと一緒で、うん、お前犬やん、犬なんや、隣の人にとってみたら。あ、よく吠える犬な。ちょっと俺、それでいいです。うんうん、そうそうな、もうそっちの方がいいですよね。そう、いい、いい、そう、もうなんか、あの、注意されんくなってからが、うん、もうな、自由な時代の始まり。うん、そうですね。え、警察にもし通報されたらどうなるんですかね。ああ、いや、俺ね、あ、まあ、いろんなトラブルで警察呼ばせてもらったことあるけど、結局ね、民事不介入ってことは知ってるでしょ。うん、何の役にも立たんで。うん、え、そうなんですか。そう、まあ、騒音ではまあないんやけど、俺の場合は、なんかその、教室運営してて、その、自転車で来る生徒が多くてね、で、その、自転車のカゴの中に、あの、タバコが死ぬほど捨てられてたわけね。吸ったやつの。これで、これ誰やってことで、ちょっと警察呼ばせてもらったり、あとはその、道路に、その、あの、タバコがめっちゃ散乱してて、もう嫌やん。めちゃくちゃムカつくやん。うん。そうですね。とで警察呼んで、あの事情話してんやけど、まあ、誰が捨てたのか分かんないから逮捕とかももちろんできるわけないっていう感じで、ああ、そう、そう、道端に落ちてるタバコは俺が拾ったらいいんですかねって言ったら、はい、そうなりますねって言われたから、はぁーって。あんまりしない。そう。確かに、警察ってやる。そうなんだ。けどさ、俺がさ、急いでるときにさ、ちょっとスピード出しただけで、はぁ、はい、そこのデブ、止まりなさいって言われて、はぁ俺、9000円払わされたりとかさ。え、うん、いや、あんねん。そう、ガガガポポ。だって、え、運転免許持ってんのかし、俺って。持ってないか。持ってなくて。よく分かる。いや、どうしよう、早く行かないと。
そう、まあ、運転免許はね、あるに越したことはない。やっぱりさ、もう近場でもさ、遠出でもさ、あの俺、原付とかだ、まあ、昔はバイク乗ってたんやけど、はい、やっぱりいろんなところ、うん、行けるのいいからね、手軽に。はい、電車とかバスよりも早くね。うん、確かに、でもなんか、今撮っても、なんかペーパーになるんじゃないかって思って、ずっと撮ってなくて、ああ確かに、その、まあ、車を運転するかしないかっていう話で言うと、うんうん、俺、車さ、はい、マジでペーパーやねん。だから車使わへん、マジで。はい、そうそうそう。うんうん、で、ほんまに、あれやな、あの、原付とかバイクばっかり。うん。うんうん、そう。けど、原付はあの、事故しにくいけど、俺、バイクで思いっきり事故ったことがあって、マジでやばくて、直進優先でブワー走ってたら、横からパーンって車来て、ギリギリ避けたんやけど、その勢いで俺、ブワー転がって、そう。ほんまに、俺で、ちょっと、お尻が、ビリってなっちゃって、あの、え、でもそれだけで終わったんですか、事故は。そうそう、骨折とかもなんもせんと。でも、すごい、それ逆に。そうけど当て逃げというか引き逃げでもないんやけど、もう逃げだから、そう、はい、で結局2週間ぐらいな大学の授業とかもなんか普通に受けてて、なんかもう汁が出ちゃうのね、お尻から、はい、変な気じゃなくてね、その、はい、あるやん怪我が治る時のあれ、はい、あれがずっと出て、あとその風呂入る時とかもなんかお尻にサランラップ巻いて入ってたからね、もう痛すぎて、しんどい、そう、そんくらいあのほんま大根おろしみたいになっちゃってて、そう、やばくて、そっからバイク怖くないんですか、うん、乗るの。ね、やっぱ怖くなったし、安全運転するようになったわ。うん、そう、前までな、もうな、もう死ぬほど、ワン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 、ババンバン、バーン、バーン、ってやってたやけど、バラバラ。そう。だからもう、そっからやっぱ原付きの方がいいなって思って、うん、最近は原付きばっかり乗ってるな、はい。うん。そうなんだ。え、車持ってないってことですか、ね、そう、車持ってない。持ってないし、駐車場もないし、いらないかな、みたいな。まあ、確かに、友達とかが車持ってて、いつも、その、なんか、まあ、友達兼マネージャーみたいなやつが、その、あの、飯行くときに車乗せてくれたりするんやけど、その時はやっぱ便利やなって思うけど、でもね、そう、車ってやっぱ運転むずいからな、明らかに、バイクとか原付と比べたら。絶対そう、そう、そう、はい。うん。だから、まあ、だから原付ぐらい取っとったらいいんじゃない、なんか1日2日取れるけど。原付とかバイクの方がなんか怖いイメージがあって自分的に、はいはいはい、なんか車って車体があるじゃないですか、それこそ車体があるからなんか身守られてる感じするけど、バイクとかってないから、はい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 、そうやな、なんかだって隣とかも車車線2車線とかあったら走ってるわけじゃない、あるある、え怖いなって普通に思って、ね、怖い怖い、そうそうそう、まあ、ですよね、うん、2車線あって、はい、普通に走ってる分やったら多分大丈夫やけど、ちょっとバラ、うん、ボーボーボー、イケメンラーメンですけど、僕、片付け、このまま、このままでいけ、このままで、行って行って行って、ヨガさん、早く調子さん、バタフライ、今日、めっちゃ、スパーつけられて、負けちゃった。グミ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 ウェア、ポワーマジか、マジか、最後の最後で、なんか、負けちゃいました。いや、最後の最後で、もうずっと負けとったけどな。いや最初の方は良かったけどな。まあ確かに最初勝ってて。そうやね。クラスさん強いです。やったね。よくありがとう。さあ、じゃんけんでどっちから、言うか決めましょうか。いいですよ。最初はグー、じゃんけんポン。え？これ俺グーですね、これね。これほら、グー、グー、閉じてる、ほら。ってことは？お前からや、負けたお前からや。私からですか？当たり前だろ。MVP1 位ふみさんありがとう、2位がたっちゃんさんありがとう、3位さつきさんありがとう、4位りゅうせさんありがとう、みんないいねしてくれた方ありがとうね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ようこ1位初めてじゃねえ、お前頑張ったな、あこも行ってきたんかお前な。伝説の始まりで楽しいな。そしてポーポポ。お前も頑張ったな、お前。ドンパッチ芝居てきて稼いだんか、お前。ありがとうな、おい。シロクマもは、おう、ようやってる、えらい。さすが。そして、翔さんも、頑張ってる、いつも。そして、タッチャー、なんか今日から俺のファンになっちゃったな。ありがとう。ツナさん、お前、ツナマヨネーズ食っとけ、お前。ああ、美味しいよ、ツナマヨネーズ。はい。そして、シンさん、グレビーさん、ガビノスケ、カズみんなまとめてんま、あるな。いやー、強いです。強いです。いやよ、もう、ね、勝ち俺が弱いんだよ。なんか圧勝で勝ちたいですね。圧勝で勝ちたい。まあ、あの、本当に1回目のコラボの時は、なんか3回謎に勝っちゃったっていう
ことあったんですけど、それからも、もうなんか謎に勝ってたんですけど、その後はやっぱり、ずっと負けてますか、うん、勝利。あ、勝利ずっと負けてる。どうすんねん。もう一回戦いたいか？もう2対0で俺で勝ってもいいんだけど。一回ぐらい勝ちたいかなっていう意味でもう一回だけさせてもらってもいいでしょうか。え、お前ほんまに俺とデート行く気あるのか、お前。デートもめっちゃ行きますよ。もうじゃあ毎月、まあ、毎月行きましょう、毎月。毎月毎月。ほんまに行ってくれるの？あ、行きます行きます。もうふっからで行くんで。ふっからって何？あ、ふっと軽く。ふっからふっから。やるよお前。はい、わかった。はい、最後な。ありがとうございます。あ、みんなこいつ勝手やってもいい。まあ、こいつ弱すぎて話にならない。俺の勝手やから。みたいけど。確かに。結局ここでカットとしてもプロソラさんの勝ちなんですけど。いや全然。てかさ、この間あの踊ってくれてほんまありがとうな、なんかプロソラさん元気出しての。あの全然全然あの投稿ですよね。投稿投稿。元気出してても。あれめっちゃ元気出たわ。本当ですか？うん、また、月曜日は、まあ、ゴミの散乱とトイレ詰まりで元気出させてもらったし、アカウントが昨日バンになった時も、あの動画2、3回見て、ほう。なんかよかったです。いや、カシオリほんまいい人ですわ。なんかすごいモテそう。めっちゃモテそう。プロソラさんがいい人だから、うん、いい人だからそういうそういうことですね。泣いてまうがな。お前何食ってんだ、お前人と話してるときに。こあ、ごめんなさい、今これ食べてました、アルフォート。うまそうやな。なんかアルフォート、アルフォートでもなんかすごいオレンジ味やん。お前どこまでこだわってんねん、オレンジに。どんだけオレンジじゃないですよ、カカオです、これカカオ。ややこしいね、オレンジみたいな色しとるがね。ややこしいことすな、お前。カカオ。え、なんで昨日バンされたんでしたっけ？まあ、某女優の、某写真を出したからね。いや、ちゃんとあの隠れてて。うん。ガオ、うん。え、じゃあ、ここでも出してみますか、一回。ふざけんな、知ってんじゃん。やだよ。やだよ。個別で DM で送ってやるよ。あ、そしたらインスタバーから、うん、もう怖いね。出しちゃったんですか？なんで？あの戦いに俺が勝ったら見せてあげるっていう話をアオリーナとして、はい、で俺が勝てたやん。うん。はい。で、まあ写真と実物が入ってて、写真はそのまあ、ね、着てるやつね。あ、着てるやつって言ってもバーサル、うん。まあ服ね、服、服、はい、服って写真、はい。うん。で俺が、あ、うん、服を買ったわけね。実物、服の写真と服を買ったわけね。でその服の写真を見せたらバンに食らいました、うん、え、そうなんですね。そう、それだけ。まさかの。マジでびっくりしたからね、うん、え、バンっていきなりあれなんですか、ライブ終了されて。しかもさ、勝利に勝ってで、みんなに金貨の雨降ったから、金貨の雨パラパラバン。金貨の雨がパラバンぐらい落ちやばい。そうそうそう、落ちる瞬間がおもろすぎてやばかった。そうなんだ。え、ちょっと見たかったです。昨日のいつだったんだろう。何時ぐらいにやってたんですか？2時ぐらいかな、もう忘れたわ。だいぶ序盤ぐらいで、まあ10、まあ1時ぐらいかな、1時、12時から1時ぐらいかな、多分ね、うん、あー、でも1週間でよかったですね、まだ。そうやね、ほんまに、うん、けどまあ1週間まあ今まではその3日間バン食らったりとかあったけどね、そのカラオケであの音源流してみたいな感じで。あ、やっぱそういうのでバンされるんですね。そう、バンされて、今回1週間やけど、またなんか長くなりそうやから、しばらくずっとサブアカで生配信するかもしれない、分からんけど、うん。何回バンされてるんですか、今までだと。いや、もう数えたら3回ぐらいちゃうかな、うん。ああ、え、それって赤バンとかに繋がんないんですかね、ライブバンだけ。繋がる可能性がめっちゃあるから怖くて。怖いですね。2回目のバン30日間です。マジでやば、やば、1ヶ月できへんって怖いな、うん、それはやばい。1ヶ月はでかい、だいぶやばい、やばい、痛いですね。ほんまにありがたいことにね、今俺フォロワーが何人になったの、はい、昨日作ったばかしが614人になって、すごい早い。そう、早い、マジで早い。ありがたすぎる。
うん。しかもライブもさ、ちゃんと来てくれてるし、そっち視聴者何人今？今97です。77、初めて負けちゃった。確かに。いつもだって400、600とかいますよ。そうやね。すごい。しかも安定して見てますね、ずっと。みんな。そう、みんな安定して見てます。そうやね。そうですよね。うん、負けでやっぱね、バラムンは仕方ないね、本当に。うん、まあまあまあ、サブ作ったばっかだし、それはありますね。うん、そう、うん。まあ、こっちでやってたら、また、こっちでもね、すぐフォロワー増え、そうですけどね。うん、バラムンは、うん、うん、ありがたいよね、とか言ってると、お前ら寝てんのか、お前ら寝てんのか、ぐーぐーぐーぽーぽー、3連勝させて、勝たせて頼む。俺勝ちたい、みんな。サングラス一本で勝てるぞ。やめに力を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 。なんかこんだけ負けるとさ、もうなんか悔しいというかムカつくでしょ、思わへん。俺逆にめっちゃあるから、ずっと負け続けてるから、いつも基本。いや、悔しいっていうか、なんかでも有名な方とやってるから、うん、まあ、うん、そうだろうなっていう。有名ちゃうよ、全然。カシス弱いのって言われちゃってるわ、ごめんな。おお。全然もう、うん、勝って勝ってほしい。逆になんか私勝つとなんか申し訳なくなっちゃうんですよ。いや、そんなことない。そんなこと思わなくていいよ。全力で戦いに来いよ。うん、いや、じゃあいつか潰しに行きますね。いや、無理だよ、小娘。貸し俺の出とけや。でもサブで負けてたら、マジで本若で戻った時に、いや、もうやばいじゃないですか。全然勝てない。1万と10ぐらいやって、多分1万ぐらいやってると思う。確かに。じゃあ先にいいですよ、読んでください。あ、俺先読んでいいの。はい、ありがとう。はい、どうぞ。ようこ、ありがとう、助かった。うん、あ、泣いてるか、ようこ、お前ほんまに。そしてショーアットマークプロソロさん、いつも一緒にいたかった。うん、まサンキューな。そしてシンさん、初めましてかな。アナゴさんも、タッちゃんも、ポーポポ、タンドリ、モチャ、リーさん、サザエさん、みんなまとめて、うん、まあ。はい、いいですか？はい、どうぞ。MVP1 位、5123さん、ありがとう。2位、シャオさん、ありがとう。あ、そういえば、シャオさん、こっちになんか最近来てくれて、あの、プロソロさんの。はい、はい、はい。なんか来てくれるんですよね、嬉しいなっていう。来てくれるけどギフトは投げてくれないみたいだな。3位とっちゃんさん、ありがとう。4位カメさん、ありがとう。5位流星さん、ありがとう。みんなありがとう。ゆうともありがとう。みんないいねしてくれた方ありがとうね。ちょっと今日はもう、まあ、うん、来てくれても100コインだけしか投げてねえし、お前負けてるけどな。いつかは、いつかはもっともらえるように、カシオレ頑張ります。いや、ほんま俺、カシオレ、マジで人として好きだわ。マジで、火の打ちどころがねえわ。俺、将来、結婚する子がいたとしたら、カシオレみたいな女の子がいいなって思ったわ。こんないい子いな。ありがとう、ようこ、こちらこそ。いや、ほんま嬉しい。うん、俺な、お前、仙台か。俺、兵庫県やから。うん、兵庫県来ることあったら、うん、一緒に暮らしたんだ。兵庫どこにあるか分かんない。ああ、頭の中お花畑やったな、そういえば。 お前な、うん、問題です。どこでしょう。バーバン、大阪って知ってますか？あ、大阪じゃ知ってますよ。大阪は知ってます。大阪の隣か。あ、じゃあ分かりました。でも形は分かんない。形分かんないから。宮城県ってこんなやろ、なんか。あ、まあそうです。そうですね。はい。はい。長方形みたいな。そうですね。伊達政宗、頭抱かれてこいや、お前。宮城県はね、こんなやな。そんな。ほんまさ、え、はい、東日本大震災の時大丈夫やったか、宮城県で思い出しちゃったけど。私、宮城じゃないんですけど、あの地元は。
そうなの？まあ、東北に、そうですね、東北で、それは変わらずだったんで、まあ、地震はめちゃめちゃ強くて、でも、内陸側だったんで、はいはい、被害。津波とかは全然なかったんですけど、まあ、結構、停電とかもしてたし、ずっと、大変でしたね。ああ、そっか。そうそう。そっち、兵庫の方とか全然何もなくっていう感じだったんですか、震災の時。なんか全然あっち側は。そう、2011年のその当時はね、浪人が決まってて、はい、で、俺その時ね、石川県が地元なのよ。はい、うん。これで、石川県で、そう、住んでたから、全然そりゃ、はい、まあ、まあ、ちょっと揺れたぐらいやったかな。けど、何もなかった、ね。うん。そうなんだ。まあ、なんか地震、うん、大きい地震って最近、そっちで来たことあるんですか？いや、来てないね。来てないか。なんかずっともう東北側ですよね。なあ、あんま東北に住んでる人たちにかわいそうやなって思うけど。そうですね、結構まあ。今年も何月だっけ？ 3 月とかにあったし、でっかい地震。あ、そっか。うん。まあ結構多いんですけど。えらくですから。世界は特に。なあ、プロソロさんとバトルしてる人たちみんな見てます。あ、ありがとうね。ショーありがとうね。毎回楽しみにしてます。プロソロさんも頑張ってください。ありがとうね。石川ってこんな関西弁なの？いや、兵庫県に来てから関西弁になったのね。もともとは？カシオレは？どこ出身なの？なんか公表してなくて、それは。あ、言ったらあかんやつな。いや、わかんない。なんかどこまで言ってもいいのか、なんか自分の中でわかんない。なんか、なんて言うんだろう、その。あんま特定されてない。あんまり、いや、そういうのどうなんですかね、あるのかな。だってとりあえず俺鼻かんだティッシュゴミ箱つけるんで、お前ちょっと避けなあかんで、ね、いくぞ。せーの。いや、遅い遅い、当たってました。もう一回目にスッて当たってたんで。ねばっかやな。画面に、本当にゴミ箱あるのかと思いました、そこら辺に。ねえよ。違うんかい。私に投げたんです。そうそう。どう避けるか。アオリーナってこ こうやってる。手についたやないかいっつってる。まあ、いろんなあのパターンですよ。なるほど。そうそうそう。食べてたんだよ。どういうリアクションをするか。お前のお笑い力はどれくらいなのか。結果0点だったな。確かに。クソつまんないやつで。そんなことねえよ。大丈夫だよ。居酒屋で働けてるんで、もう面白いやつだよ。いや、全然ですよ。居酒屋今日もしてきたんですけど、めちゃめちゃ忙しくて。居酒屋ってほんま忙しいよな。キッチンじゃない。オーダーっていうか、その接客やんね。あ、もう、そうです。ホールでずっとやってるって感じなんですけど。でもなんか最近混み始めたって感じで、全然前とかは、1月とかはもう0人とかで上がったりしてました、私。めっちゃ嬉しかったんじゃん、正直。何もせんでも金もらえるか。まあ、なんかまあ、もらって、まかない食べて帰って。てるみたいな感じの時もあったんで給食やん。そうそうそうなんですよ。そう何しに来たんだろうみたいな。そんな感じですね。チェーンやったっけ？個人経営やったっけ？あ、全然個人なんで、まだ楽なのかなとか思うけど、でもなんていうの、そのバイト人数的に、店員の人数的に2人なんで、2人で回してるんで、やばいやホールとキッチンで。そう、だからもう忙しくなったらもう、やばいですね。ほんまやな、店員やばいやで。てかさ、カシオレバイトでもう1人の、ホールもバイトなの？いや、それはもう店長。店長がホール回してんの？がそうですね、キッチン。ほとんどキッチンで、まあ、バイト、そうです、そうです。バイト1人やたまに1人で、なんか店長一人で営業してる時もあるぐらいなので、やば、そこまで、そうですね、忙しい。でバイトしてるやん。まあ、そんな、まあ、忙しい言うても、多分取引とかと比べたら全然やろ、正直。まあ、それはありますね。それはあるんで、まあ、うん、って感じですね。店長、バイトとか。バイト何？はいはい、バイト何？いいですよ。いいよ、いいよ。いや、別に、俺の、はい、ターンというか、はい、お前、いや。早く喋るや、俺ばっか喋ってるから。バイトなんかしてたのかなって思って、学生時代。バイトめっちゃしてたよ。いや、めっちゃしてた。え、本当ですか？そう、アホみたいにしてた。大学の時はね、はい、ドコモショップに来るジジイとババアにタブレット売りつけるバイトしてて。へー。あいつらその携帯とか買うついでになんかタブレットもいかがですかとか言ったら買ってくれたりするんやけど、でもやっぱり、なんやろう、その、いらんやつに、その、これいいんですよって説明してもさ、あんま聞く耳持たへんやん。
まあそうですね。例えばカシオレに今からそろばん100個あげるって言ってもさ、はいらんけどはってなるやろ。それはでも私ちっちゃい頃そろばん習ってました。ちょっとだけ。マジで言ってる？あ、本当にちょっとだけなんで何もできない。もう忘れちゃったし。そろばん習ってました。無料で教えてやるぜ。本当ですか？習ってた。全く覚えてない。はい。こんな可愛い子が。え、そろばんやってましたよ。ちっちゃい頃。え、もう。小学校低学年とかだったかもしれないから、もうあんまり記憶にない。まあ、何ですか？ごめんなさい。42+59 は。42+59。へえ。わかんない。そろばん習ってたって二度と言うなよ。レベルやっけやん。そうか。え、あ、ごめん。何してんの、お前さっきから、お前。彼氏にお前、いじられてんのかな。違います。あの、ライトを、スタンド、うん、はいはいはい、調節しようと思ったら緩んじゃって、今ちょっと動いたって感じ。はい、全然何も。やかましい。自分のせいで。で、俺はまあ、なあのタブレット売りつけたりとか、あとはその、はい、退塾してからね、やっぱ生徒集まらん時とかもあったわけで、ほんまにお金がなくなっていくっていう中で、うんうんうん、ピッキングのバイトしてたね。その夜中の10時から朝7時まで、例えば段ボールに入った小さい、なんやろ、釘とかね、あの商品がいっぱいあるわけ。それを指定された棚に入れていくっていうバイトで、はい、うん、めっちゃ夜勤で、で1日1万ぐらい。1万？めっちゃ1万。え、でかいけど辛そう。日給やで、時給ちゃうでな、うん、あ、日給か、そっか。当たり前、時給1万なわけねえじゃん。ん、確かに、それはない。時給1万はやばい。時給1万なわけない。時給がだいたい1000円ぐらいで、夜の22時から朝7時ぐらいまでやから、休憩1時で8時間、はい、で深夜のなんか手当もらってて、だいたい1日1万ぐらいで。へえ、どうでした実際。いや、もう死ぬほどしんどくて、もう途中なんか寝てんのか起きてんのか分からん状態で仕事してたから。そう。で、そっからいろんなその、なんか、あの特別定額給付金とかあったやん、国の。うんうん、で、あの、俺フリーランスっていうか個人事業主やから、もうほんまに金に困ってて、やべえなってと、うんうんうん、いろんな給付金をもらえたから、なんとか夜勤、そのな、ピッキングのバイトはやめれて、うんうん、で、そっからあの出前館で働いてたわ。そうなんだ。出前館でも運べるんですよね。そうそうそう。ウーバーイーズみたいな感じが、やっぱりその時に原付きというか、俺、車の自動車免許持ってたから行きたいやん、はい、そっからかな、うん。で、出前館の仕事、クソ楽やってん。うん、え、で、あんま多い。めっちゃ楽やねん。待機時間めっちゃ長いというか、正直、エリアの中であればどこに行ってもええわけね。その、はい、例えば、うん、まあ、ね、今、仙台かな。仙台あたりとか、うんうんうん、まあ、仙台で配達するとしたら、それこそ伊達政宗の銅像の横でずっと座って待っとってもいいわけね。いいんですか、そういう感じで。まあ、例えば。そう。で、マクドナルドの注文入ったら、あの、な、仙台駅前のマクドナルドあるか知らんのやけど、はい、ある？あります、まあります。あるやん。だからマクドナルド行って、うん、ピックアップして、ほんで、な、駅近くの家にこうやってパーン投げて、投げたったわ、ざまあねえな。うん、で配達完了して、うん、でそれ時給制限で、うん、高いですよね、そういう配達のやつって。そう、うんうん、で朝11時ぐらいから昼の3時ぐらいまでやったからちょうどよくて、体も楽で、うん、けど言うて1ヶ月月火水木金の平日11時15時で働いても10万いくかいかんかやってんね、うん、10万いったらすごくないですか。あ、けどやっぱそうか、俺の感覚ではそうなるか。もうな、はい、10万じゃ生きていかれへんから、もうな。そうなんだ。まだ、お前はもうあれや、胃の中の蛙。まだその学生気分抜けてないわ。社会の、あの、知らんわ。もう俺、4万でいけて、もう10万じゃ無理、生活。けど、仙台やっていけるのかもしれないけど。まあ、場所にもよるか。うん、夜、住んでる賃貸の家賃にもよると思うな。え、じゃあ、どれくらい稼いだら、ちょうどいいっていうか。いや、ほんまに損益分岐点っていう、それな、損益分岐点、ちょうどその、うん、あの支出と収入が一致する点が25万円やね、俺の場合な、うん、うんうんうん、で、まあ、教室の収益は大体15万ぐらいやったんかな、その時で、それプラス出前館でちょうどよくペイできてたみたいな感じ、うん、なんだ、うん、けど、
生徒も70人超えたから、だいたい42万収益あるわけね。はい。そう。で、25万、もう17万残ると。で、TikTok、6月から本格的にコラボしまくって、今、58万ぐらいか60万ぐらいいってるから。え、すごい。そうなんだ。うわ。けど、うまい気分に水を刺されました、昨日。バンされたんで。確かに。グラビアの写真。それは痛い。そう。あの、女性の写真を見せただけで。はい。いや、マジで TikTok ってでも難しいですよね。すぐなんかバンってなったり。ね、そう。すごい厳しいから、なんか、どこまでがいいのか悪いのか分かんなくなりません？うんうん、そう。ほんまそれ。ですよね。ライブ配信ではさ、水着ダメなのにさ、はい、普通の踊ってる水着のやつってさ、バンされないかおかしいよね。基準が。確かに。うん、明確になってないからさ。マジでムカつく。そっか、配信、謎。そこは謎ですね。うん、謎謎。うん。まあでもね、俺は今一番幸せって言えるんで。よかったですね。ありがとうございます。あし、俺お前楽しい。楽しいか今。楽しいですよ、今。めちゃめちゃ、プロソロさんとコラボできるのめちゃめちゃ嬉しいですし。ありがとう。なんか、サブの方までフォローしてくれると思ってなかったので、こちらで。いや、こちらこそやで。こちらこそやで。いや、それはしますよ、さすがに。いやいや、嬉しすぎやろ。まあ、もし。するけど、こっちは。なんか、プロソロさんは、それこそ有名な方だから。有名じゃねえよ。有名ですよ。有名ですよ。YouTube 見ましたよ。過去のとか。テレビ出てるやつとか。テレビしてるやつとか。結構見て、めちゃめちゃなんか、すごい方じゃんって圧倒されて、うん、そう、もう好きになっちゃった。好きになっちゃいました。リアコリアコ、リアに恋してるやったっけ。リアに 恋するみたいな。リア恋をリアコっての。そうですね。ありがとうございます。もしデート行くって言ったら俺が全額おごってやるよ。本当ですか。やったー、うん、死ぬほど金あるから。じゃあ週4ぐらいでお願いします。週4ぐらい。まず仙台通りしな。確かに兵庫県か交通費代で、交通費代でやばいですよね。往復で2万ぐらい行くでな。ほんまに多分行くと思いますね。何で来るんだ。飛行機か。それは飛行機が一番安いって俺は知ってるから。そっかそっか。そうそう。いやまあ高いですね。高いな。まあお互いに、まあ、会える機会あったら、ああ一緒にライブで、ね、やろうな。いつかしましょうね。できたらいいなと思ってます。ああそれまで、それまでに、はい、歌唱で頑張るので。まあ絶対抜かされないし俺の方が強いけど。頑張りますよ歌唱で。ああそれではいいよ。ありがとうございます。毎回バイバイ。ありがとう。はい、ありがとうございました。失礼します。ほんまにサブアカ、そやね、アオリーナとコラボしてて、もう俺疲れたんやけど、普通にマジで疲れた。ほんまに疲れたから、カシオレと同棲したらいいね。いや、カシオレはな、そう、今日もいい感じに前髪見てる。やかましいわ。またあいつやってんの、アオリーナ。アオリーナコラボ配信中や。はい、なんか面白いやつおったら行くけどさ、まあろくなやついねえから、まあ俺も人のこと言えないぐらいろくなやつじゃないんだけど。はい、というわけでね、疲れた。疲れるよ。 TikTok ってそんな儲かるんですか。そう、みんなのおかげで、うわうわー、ありがとう。サングラスかけてください。やだ。はい、というわけで3分タイム。お、ようわかった、ヤングボーイ、お前鋭いな。はい、3分以内に金貨の雨が届かなかった場合終わりです、用意と。まあ、けどほんま無理すんな、マジでな。こんなさ、サブアカまでフォローしてくれるなんてさ、みんなほんまにいい人だから、今日はマジで無理しなくていいんだぜ。アオリーナ終わりそう。てかアオリーナコラボ誰かとしてるんじゃないの。当たり前や、プロソロのファンやぞ。ヤングボーイ、お前イケメンやな。あれフォローしてたっけ俺。あ、フォローしてなかった。うん、じゃあフォローさせてもらいます。ヤングボーイ感謝して。ちゃんぽんありがとう。もらったギフトでリンガーハット行くから一緒に食べろ。俺の食べさしのちゃんぽん麺。
コラボ終わった？うん。へえ。じゃああいつがコラボ依頼してきたらコラボしてやるよ。まあ残り2分19秒以内に金貨の雨が届いたらの話だけど、まあ届かなくていいよ別に。ガチ？わかんない。バリ嬉しいんだけど、一緒に飯食い行きたいな。うん、お前のおごりで。もぐらさんおやすみなさい。おう鈴木おやすみ、いい夢見ろよ。いつも来てくれてありがとうな。配信楽しんじゃ。ありがとう、嬉しいわ。はよアオリーナとコラボして。まあ、俺もちょっと眠たいからね、たまには早く寝ようかなって思って。わしがおごってやるよ。金持ちなんすか、ありがとうございます。まあ、たまにはね、2時前に終わるのもいいかなと思うんだよね。3時ぐらいにちょっと寝てもいいかなと。この前の月なんか中卒なのに手取り20、え、中卒なの？ヤングボーイ。手取り29はイケメンすぎた原白やで。お前イケメンやな。うん、本当にね、やっぱりね、社会人になったらね、もう学歴とか関係ないから、ね、俺も大学できるよ。別に出てても出てなくてもいいかな。リーナのこと好き？好きじゃないです。二人の絡みがおもろいもん。ありがとうな。うん、まあ、あいつがコラボ依頼してきたらしてやってもいいけど。フラッシュ暗算のコツいつか教えて。今教えてやるよ。頭の中でそろばん玉を一生懸命弾け、そして緑暗算の口数の長い問題に取り組むんだ。特に7桁20口の全大阪の緑算に毎日暗算で取り組むと非常によくできるだろう。そして7桁の部分は3桁と4桁の分割で行うんだ。うん、それをまずやれ。そして A0 の問題、もう全部直し穴埋め、緑算に限っては全部やった方がいいよな。うん、それで君は、伸びる。ニートやからおごってそろばん。ニートやのになんで金持ってんの？は？やだ。説明早い。君のそう頭の回転が遅いんじゃないですか。嘘です。ごめんな、翔さん。ごめんごめん。すいません。よく言われるんです。ゆっくり喋ろうと 思えば思うほど早く喋っちゃうんです。眠たい。そろばん歴何年ですか？小1ぐらいから始めて、6歳から始めて、今29歳、23年ですかね。うん、というわけで、あと15秒だし、もう金貨の雨も絶対に降らないから、これで終わろうかな。ありがとう。いえいえ。パッチーこそありがとうな、いつも。顔面 3D。嫌だとか言うならフォロー外すから。すいません。すいませんでした。なっちゃったな。金貨は無理だ。おう、無理すんな。アオリーナとコラボ。いつもの日課になってます。ありがとう。まあ、コラボしてもいいんやけど、あいつとどうせまた明日も会うからな。はい、というわけでね、今日はね、こんな俺のサブアカにみんな来てくれてマジで嬉しかった。そのおかげで寝る時間減ってるけど、まあ寝る時間はさ別に適当でいいんだよ。今日も重かったぞ。ありがとうございます。付き合ってるわけねえだろ。今300万で遊んでる紙飛行機作って、どういうことよくわかんない。300万って何の300万やね、わかんないけど。はい、というわけで今日はね、もう復活第1弾のライブで、警告ももちろん出ることもなく、バンされる様子もみじんもなく、アオリーナちゃんとカシスオレンジちゃんとコラボできたんで、まあ、マジでよかった。ありがとう、ショー。いや、こちらこそありがとう、来てくれて、もうギフトまで投げてくれて、ほんまに嬉しい。いつもライブありがとう。いや、こちらこそだよ、ヘルさん。そして明日も当たり前のように来るけ、覚えといてな。ヤングボーイ、任せた。オールドガイが覚えとくぜ。行くぜ。センキュー、ありがとうございます。はい、というわけでね、お、ヨーゴもまた来てくれるのか、ありがとうな。みんないい夢見てくれよ。はい、これからももっと、これからもずっとやってください。もちろんだ。風呂入ってたらカシオリとのコラボを見逃した。マジか。なんとかさんの魅力を教えてください。バンされるか嫌です。明日も来ます。ありがとう。バイバイ。絶対見に来ます。ありがとう。かっこよすぎたら今日もお疲れ様な。よう頑張ったな。ありがとう。お疲れ様でした。いや、俺はね、不死鳥のように蘇ります。こっからまた1位目指して、週間ランキング1位目指して頑張るんで、みんなも応援してくれよな。明日も行くよ。ありがとう。スクショタイムください。明日も来ます。その精神応援するぞ。ありがとう。明日も行くね。ありがとう。10枚スクショしたぞ。ああ、今すぐ消しとけ。草、何が臭いね。うん、ガミノスケアイスクロール、うん、嬉しいね。おえじゃないね。ちゃんぽん麺吐くな、お前。ガミノスケバラ、うん、おえじゃねえ。おいおいおい、言うな、お前らな。吐くんじゃねえ。だからバンされるんだよ。ブロックしようかな。消さんは。わかりました。明日も来ます。ありがとう。こちらこそ。目覚めた。何にやねん。はい、というわけでね、マジで楽しかった。今までで一番みんなに感謝してるわ。
まさか一回もその一日も開けることなくこんだけ長い間ライブできると思ってなかったんで、みんなの協力のおかげ、明日も来ます、ありがとう、ほんまにありがとう。俺これからも TikTok ライブと、ソロバン教室二足のわらじで頑張っていくんで、ぜひね、暇やったら来てくださいね。うん、もうギフトはねほんま無理のない範囲でな、自己破産すると危ねえから。お穴子バラもん、マジお疲れ様でした、いつも笑っとるわありがとうはい、というわけで今回これで終わります。頭の中ペン言っちゃってますから、どうもありがとうございました。ほんまありがとう、みんな楽しかった。俺もちょっと待って、パイナップルがなんなん。